せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。今日で少量です。はい。はい、というわけで今回はですね、倦怠期についてお話ししたいと思います。はい、倦怠期。まあ、倦怠期ってまあ何かというとですね、うん、なんだろうな。調べるね。そもそも倦怠期って何なんだっつうね。そう、はい、うん、というわけで、はい、倦怠期とはパートナーに対して飽きや慣れから嫌な感じてしまう状態のこと。付き合った当初のドキドキがなくなり、うん、一緒にいることが当たり前になるため、うん、刺激がないと感じたり気持ちが冷めるといった状況に陥ることを言います。うん、恋人同士だけではなく夫婦の場合にも同様に訪れると言われる倦怠期なんですけども、うん、なるほど。まあ僕ら付き合って長くて、うん、ちょこっとね動画のコメントとかにさ、うん、例えばチューとかするところで、うん、翔太が嫌なんじゃないかみたいなのがちょこっとあったのね、コメントで。おうおう。でもさ、これってさ、反動的にこうしちゃうじゃん。反動的にこうしちゃうし、俺も恥ずかしいなとは思ってて、動画ですから、うん、毎回緊張しちゃうんですけども、うん、だからそれもあって、反動的にこういう逃げちゃうところがあるので、うん、でもだからといって別にそれが倦怠期ではないっていうのはご安心していただければと思います。本当ですか？はい。終了。うん。じゃあ実際、何？いや、実際ね、どういうことが倦怠期かっていうのを実際見てみましょうか。うん、僕らはどうかっていうのをちょっとね比べてみようかなと思うんです。あ、なるほどなるほど。うん、まず、はいはい、倦怠期の典型的な特徴、はい、まず一つが刺激が感じなくなる。刺激ね。うんうん。まあ、付き合い始めの頃は彼の姿を見ただけでときめいていたはず、うんうん、それなのに一緒にいることが当たり前になるとドキドキすることも減り、うん、次第に恋人というより家族に近い存在になっていきます。うん、つまり憧れの恋人と一緒にいるという刺激がなくなるわけです。うん、まあそれはないな。ときめきだよね。そう、ときめきはないよ。ずっと一緒にいるじゃん。うん、もうすぐ丸4年くらいさ一緒に住んでるからさ、ね、うん、まあ、ドキドキ感みたいなのはやっぱなくなるよね。ない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 。もう当たり前みたいな感じの。え、でもこれみんなそうじゃないかな。いや、そうだと思う。だからといって倦怠期なのっていう感じはあるよね。そうそうそう、うん、別に、うん、別に嫌じゃないし。あ、まあまあまあ、次行ってみよう。うん、ひょにょ。相手に関心がなくなる。ほとんど知り尽くしてしまったと思えると相手の関心が薄れていきます。うん、言動のパターンが分かってしまい先が読めるので新鮮味が感じられなくなり、うん、付き合ってみると大した人ではなかったなどと考えるようになってしまいます。これ翔太めっちゃあるよね。多分俺に全然興味関心持ってないよね。いや、でも逆だと思うよ。え、嘘だ。僕のことをこんなもんじゃなかっただろうって思ってると思う。え、そんなことない、そんなこと。俺も翔太に興味津々だもん。俺だって津々だよ。嘘つけ。本当だよ。だって俺の話聞いてくれないじゃん、いつも。逆もそうじゃん、そんな。一緒だよ、一緒。興味あるときは興味ある、うん、興味ない話はふーんつって。でもそれって、まあそれはね、最初からそうじゃない。まあ誰でもそうかも。うん、付き合いたて、うん、長く付き合ってる関係なく興味ある話はそうだよね。興味ない話はうーん、うん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 。まあそれをあからさまに態度に出すかどうかっていう問題があるのかもしれないけど。そうだよね。うん、だからこれは倦怠期関係ないんじゃないかなとは思うけどね。うんうん、確かにね。うん、じゃあ次終了。会話が減る。いや、それはないな。付き合いが長くなるにつれて会話の内容がその話前も聞いたという風になり次第に話すことがなくなっていきます。最近会話が減ったなと思ったら倦怠期かもしれません。あー、でも、いや、もうずーっと喋ってるもんね。俺ずっと喋ってる、ほんとずーっと喋ってる。やめてやめて、話しかけないでって状態なので、うん、もうよく言ってるよね、うん、よく喋るねってよく、 よく言ってる。うん、だから別にそれはないな。うん、だから言うと俺も話すしね。うん、でもそれがさ話さないからって悪いことではないかなとは思ってるし、うんうんうん、会話がない時間も苦じゃなく一緒に過ごせるっていうのもね、それって一番ね、うん、理想だよね。うん、うん、いいと思う。うん、終了。はい、次。次、身だしなみに気を使わなくなる。あ、倦怠期になると、うん、家で一緒に過ごす時だけでなく、うん、ちょっとした外出くらいならだから色気があるやつを着なくなるみたいな。ああ、ちゃんとおしゃれをしないでねって、うん、でも
もともとそもそも俺服とか興味ないからね。そうだね、そんな印象はある、うんうんうん、印象っていうかそんな感じだよね最初からね、うんうん、まあでもさ出かけるときはちゃんとした格好で行くよ、うん、まあよっぽど近いところだったら、まあ、コンビニとかだったらまあ寝巻きのまま行ったりとかするときもあるけど、あとさまあうちらほらこうやって動画撮ったりとかもするからさ、そういうときはねやっぱ身だしなみちゃんとしないとみたいなね。 GU とかの服だね。あ、まあ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 。いいじゃん。安いし。安い。うん。何の話？自由の話になっちゃう。次は？連絡が少なくなる。ああ、はい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 。彼の生活パターンが分かってきて、今何しているのかなという考えることが減ってくると、連絡の取る回数自体が少なくなっていきます。ああ。まあ、でも、最初からそうだったけど。毎日連絡は取るよね。俺も仕事の時はさ、必ず今から帰るよーとかさ、ああそうそうそう、何時に駅に着くよーとかさ。帰ることは聞くけど、うん、別にそれ以外はしなくていいかな。YouTube の動画に関してのこととか、うん、あーまあまあまあ、緊急で聞かなきゃいけないこととかは、あれしといてとかね。連絡するけど、うん、それ以外は別に家に帰って話せるから、あね、ないよね。あ、逆に翔ちゃんからは少ない方かもしれない。うん。俺は今日何食べたいとかね。ああ、はいはいはい、はい、うん。そういう連絡はよくしてる気がする。うんうんうん。やっさ。やさやさ。やさやさやさ。やさやさやさ。スキンシップが減る、うん。うん。相手に触れたい欲求があまり起こらなくなります。うん。街中でベタベタイチャイチャしているカップルを見て私たちもあんな頃があったなと思いながらも、うん。でもでもベタベタするのは面倒って感じてしまったら倦怠期だと考えていいでしょう。じゃあまだそんなことないかも。終了。うん。よしよし。なんかいつもさ、うん、触ってるよね。うん、うちらは。まだ。そうだね。うん。だって、外で腕組んでるしね。寝るときはくっついて寝るしね。まあまあ。何そのまあまあって。ちょっとやめてよ。やめてよ、ほんとに。違くて違くて。勘違いされちゃうから。違う違う違う。あまりくっつくすぎると俺背中が痛くなるからさ。ああ。くっつかない。完全に寝た後は別にいいじゃん。寝る直前よ。直前の話。そんなもんかなと思うんですけども。って考えるとさ、うちらは、ない。ないのかな？ないじゃん。ないね。まだね。ないです。また、どうだろうな。まあ、数年後？出会ってから5年、5年ぐらいなんのかな？もうちょっとなるんじゃない？まあ、そんぐらいなんですけども。うんうんうん、また、まあ、10年とかだったらまたか、また、違う境地になるかもしれない。ね、25年とかね。おー、すごい。50年とかだったらね。すごいすごいすごい。はい。まあ僕らは全然平気だったってことで、うん。結果ね。よかった。うんうん。まあまあこれからも仲良く動画を発信していきたいと思います。思いますか。なので、うん、あ、例えば喧嘩してる動画とか、うんうんうん、そうやってキスがちょっと恥ずかしそうにしてるやとかは、うん、気にしなくても平気なので。あの気にしないじゃない、誰も。気にしてるんだってば。本当に？うん。嫌がってるんじゃないかな、みたいな。あー。嫌がってないんだけどね。そう。だから恥ずかしいんだってば。ひょにょ。はい、それだけ。はい、うん。はい、というわけで、はい、今回は、ここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。違うよ、うーんって言った方がエロいじゃん。